新居に住みたい20代の同志たちをごきげんよう。プレジオマーケティング営業部の動画制作担当だ。この動画では新居にこれから住みたいと考えている20代の同志に向け、2024年6月末に完成したプレジオアーサのグッドポイントを4点ご紹介していく。それでは早速紹介していこう。その1、アクセスが良好。当物件は大阪メトロ各線九条駅、アーザ駅まで徒歩10分圏内の便利な立地にある。共働きで忙しい方も通勤時間が短縮できるので、毎朝を焦らずにゆっくりと1日をスタートすることができる。また中之島や大阪メトロ四ツ橋線日後橋駅にも自転車で行ける近さでもあるぞ。その2、選べる5種類の間取りをご用意。それぞれのお部屋をざっくりとご紹介していこう。まずは LDK と様子がそれぞれ独立した A タイプと D タイプだ。広さは当物件の中で一番広く、 AD ともに 41.58 平米となっている。独立型は生活時間の異なる同性にはもってこいのお部屋だ。例えば早起きをして朝食を作ったりテレビを見たりしていても、昨夜遅くまで仕事をしていたパートナーが様子でぐっすりと眠ることができる。あるいはこの動画を見ている同士がリビングで夜更かしをしていても、パートナーが様子でゆっくり眠れるから、お互いストレスフリーに生活できるというわけだ。続いては LDK と様子が隣り合わせの BC タイプのご紹介だ。お部屋は BC ともに 35.42 平米の広さとなっている。数を見れば狭い印象を持つ同士もいるかもしれないが、ご覧の通り LDK と様子が一体となっているので広くお部屋を利用することができる。このような両隣型はお部屋全体の清掃やインテリアコーディネート化しやすい点がメリットである。最後に E タイプのご紹介だ。 E タイプもご覧の通り LDK と様子が隣り合わせの間取りとなっているが、こちらの広さは 40.92 平米となっている。このためストレスなく好みのインテリアの配置ができるし、軽いストレッチや筋トレもできるぞ。その3、優れた防音性。当物件の正面に阪神高速が通っているので、外の音がお部屋まで響かないか気になる方もいるだろう。実際にこちらの騒音計で各タイプの音を測ったのでご紹介しておく。A から D タイプは高速道路側に位置するが、ご覧の通り外の音が生活に支障をきたすほど入り込むことはない。したがって安心に暮らすことができるだろう。その4、全室入居前からエアコン、照明、無料 Wi-Fi が備え付けられている。事前に準備する必要がないためお金が一切かからない。いかがだっただろうか。プレジオアーサは今現在敷金、礼金、仲介手数料が無料。この動画を見て興味を持った方は動画の説明欄の URL のクリック、または右上の LINE を登録してぜひ連絡してくれ。弊社のプロフェッショナルがしっかりとサポートさせていただく。では次の動画でまた会おう。